どうもー、ミツでございます。今回は登録販売者試験第2章04省庁についてっていうことで話をしていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、いろんなことを話していくんですけど、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとですね、まあ、動画が役立ったとか興味ある話だけでも聞いてもいいよっていう方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあ話していくんですけども、まあ、今ですね、これ動画撮ってるのが、まあ、もう土曜日にちょっと日付変わってなりまして、まあ、12時半過ぎくらいなんですよ。で、これからちょっとですね、編集してアップロードすると、ちょっと通知ありっていうのにやってる方いると思うんで、夜中にですね、ちょっと通知あるとうるさいかなと思うんで、まあ、土曜日のですね、まあ、午前中にちょっとアップできればいいかなっていう感じでちょっと撮ってます。そんな感じで、じゃあちょっと話していきますんで、省庁なんですけども、全長6から7メートルの環状の臓器で、十二指腸、空腸、海腸の、3部位に分かれると。で、覚え方なんですけども、空海十二と指を指すと。省庁は空腸、海腸、十二指腸からなってるんですけども、まあちょっとね、逆ですけどね、この順番、十二指腸、空腸、海腸ですけど、覚え方は空海十二と指を指すということで覚えてください。この3つからなってるっていうことですね。順番的にはね、上から行くと十二指腸、空腸、海腸なんですけど、まあ、覚え方はちょっとこれですね。それで、一番上の十二指腸は、胃から連なる約25センチの C 型に湾曲した部分ってあるんですけども、まあ、この十二指腸の25センチっていうのを覚えたいじゃないですか。それで、まあ、僕は結構強引に覚えたんですけども、まあ、12×2 プラス1は25じゃないですか。まあ、これで覚えました。あ、あとですね、最後にちょっと問題も、やろうと思ってるんで、ちょっと難しい問題をやろうかなと思ってるんで、まあ、それはですね、ちょっと別撮りして、ちょっとくっつけようかなと思ってるんですけども。で、この第2章の部分で何回か話してるんですけども、こういう図ですね、これ。こういうのを必ず見た方がいいんで、C 型に湾曲した部分なんで、こうなってるところが十二指腸ですね。こういうイメージをちょっと持って、やってもらえればなっていうふうに思います。それでですね、湾曲部には、膵臓からの膵管と、胆のうからの、胆管の開口部があって、それぞれ膵液と胆汁を腸管内へ送り込んでいる。まあ、ここまででちょっと図見ますね。それでですね、まあ、ここ十二指腸ですよね。これ膵臓なんですよ。で、膵臓から、この膵管っていうのが、まあ、膵液を出してると。あとですね、これが胆のうなんですね。これが胆の、まあ、胆管ですね。胆管から胆汁を出してるっていうことなんで、それがこう繋がってるっていうことでちょっと覚えてください。ですね。膵管胆のうが大丈夫ですね。まあ、そんな感じですね。十二指腸には、こっちから胆汁、膵液、まあ、これがこういうふうにこうミックスされてるよっていうことですね。じゃあちょっと先行きますね。腸の内壁からは、腸液が分泌され、十二指腸で分泌される腸液に含まれる成分の働きによって膵液中の消化酵素、トリプシノーゲンがトリプシンになるということなんです。まあ、これちょっと覚え方も出てくるんですけども、結局ですね、この膵臓からの膵液ありますよね。この中に、まあ、トリプシノーゲンっていうのが含まれてるんですけども、このトリプシノーゲンが、あれですね、腸液に含まれる、まあ、十二指腸で分泌される腸液に含まれる成分の働きによって、このトリプシノーゲンが、腸液の働きによって、トリプシンになるっていうことですね。こっからの
トリプシ脳源がトリプシンになるというイメージでちょっと頭に入れててください。それで覚え方なんですけども、まあ結局小腸の話でトリプシンって出てるんで、まあこれちょっとね動画撮り直してるんでこれちょっと鳥ちっちゃくなっちゃってるんですけど、これですね、小腸で小さい子トリプシンということで覚えてください。じゃあちょっと先行きますね。で、進化すると名前が短くなるっていうイメージを持ってください。それで水液中の消化酵素のトリプシノーゲンが十二指腸の腸液と、ちょっとごめんなさいね、ちょっと言っちゃいましたね、十二指腸の腸液と混ざるとトリプシン、名前が短くなる。ですね、膵臓はトリプシノーゲンで、十二指腸とつながっている、ごめんなさい、つながっている、これですね、つながっている膵臓で、あらら、膵臓でですね、ごめんなさい、膵臓で、トリプシンから戻って考えて、トリプシノーゲン、進化の前は名前が長いのを思い出すっていうことで、結局ですね、膵液とこのトリプシノーゲンってつながんないじゃないですか。語呂がちょっと僕合ってないんで。だから、小腸のトリプシン、コトリプシンから、じゃあこのトリプシンってどっから来たのかなって思って、要するに十二指腸とつながってるのって、膵臓と胆汁じゃないですか。あ、ごめんなさい。膵臓と胆管。で、胆汁の方は違うと。それで、膵液。膵液の中にはそのトリプシンの前のトリプシノーゲン、進化前ですね、が入ってるんだな、その膵液の中にはトリプシノーゲンが入ってるんだなっていうことをちょっとその戻って思い出してください。その膵液とトリプシノーゲンなかなかつながらないんで、コトリプシンから戻って、十二指腸のイメージから膵臓に戻って、トリプシン、トリプシノーゲンって戻るっていうイメージですね。でですね、じゃあ胃の場合は何だったかっていうと、胃の場合も、胃はペプシノーゲンでしたよね。で、これの覚え方っていうのは、ペプシコーラ飲んで胃もたれでしたよね。で、このペプシノーゲンが胃酸と混じると、タンパク質の消化酵素のペプシンになりましたよね。進化したらペプシノーゲンが短いペプシンになると、進化すると名前がキュッと短くなるっていうことを覚えてください。で、このペプシンは、これ復習ですけども、名前が短くなるペプシンに変身、まあ、ここですね。ちょっとこれ前言ってなかったですけど、とりあえずペプシンに、まあ、変身で覚えるのも一つありかなっていうふうに思いますね。で、タンパク質がペプシンによって反消化された状態をペプトンと言いましたよね。ペプシンで、反消化、タンパク質がペプシンに反消化された状態をペプトン。反消化なのでストンと落ちると。ペプトンですね。プトン。プトン、ストンみたいな。だから、反消化された状態は、芯じゃなくて、プトンですね。ストーン、プトンと落ちるというのもちょっと一つの覚え方かなっていうふうに思います。まあちょっとですね、胃のとこ復習したいなっていう方は、また胃の動画もちょっと見ていただければなっていうふうに思います。まあちょっとですね、いろいろ言うからややこしいかなって思うかもしれないんですけども、思い出すきっかけをですね、たくさんこう、なんて言うんですか、仕掛けをたくさん作っていくっていうのが大事なんで、だからこの辺の語呂も、いろんな前やったの出てないのも今回ちょっとやったりとか、まあそういうですね、あれどうだったかなってなった時に思い出す、そのなんて言うんですかね、この記憶の鍵みたいなのをたくさん作っておくといいんで、まあちょっとですね、追加しておきました。それで、十二指腸の腸液プラス、膵液のトリプシノーゲンでできたトリプシンは、胃で反消化されたタンパク質、
括弧ペプトンをさらに細かく消化する酵素であるとですね。それでですね、まあですねというかそうなんですね。で、小腸のうち十二指腸に続く部分のおおむね上部 40% が空腸、十二指腸、空腸、海腸でしたよね。まあ十二指腸は長さどのぐらいでした？25センチですよね。十二指腸は 12×2+1=25センチなんで、それでまあこれは小腸ですね。この小腸の十二指腸の下の部分なんですけども、空海の空腸が 40% で、残り下の海腸が 60% だけども、まあ明確な境目はないということですね。で、これどっちがどっちだか、どっちが 40% だったか 60% だったか、順番どうだったかってまあ思うじゃないですか。なのでまあですね、まあ十二指腸はその C 型にあの湾曲した部分だからある程度思い出せると思うんですけど、で思い出せなくなったら空海で思い出してください。十二指腸の湾曲、空海、あの僧侶ですかね。それで、まあ、40、60、分かんなくなるっていうことあるかもしれないじゃないですか、問題解けて。そしたら、会長の方は、回廊でちょっと覚えてください。回廊ですよね。回廊。廊で6。だから、会長は 60%。そしたら、空長は残り、100-60 は40ですよね。だから空調が 40%、 海調は回廊で 60% というふうに覚えてください。それじゃあいきますね、最後に。あら、行き過ぎちゃった、すみません。空調で分泌される腸液かっこ粘液に腸管粘膜上の消化酵素、半消化されたタンパク質をアミノ酸まで分解するエレプシン、炭水化物を多糖類かっこブドウ糖、ガラクトース、果糖まで分解するマルターゼ、ラクターゼが加わり、消化液として働く。それでですね、これもごちゃごちゃして分かりにくいですよね。で、僕も正直あんまりここそこまでちゃんと覚えてないんですけども、まあ今回ちょっと動画作るにあたってちょっと考えました。それでですね、まあその、タンパク質を、その、アミノ酸に、まあする、分解するエレプシンですね。で、これのちょっと覚え方なんですけども、肉のタンとアミノですよね。ミノを、エレファン、まあエレファント、まあ象でもいいんですけど、僕まあエレファントカシマシってやったんですけど、ちょっと入れてなかったですね。まあエレファントでもいいですね。焼肉のタンとミノをエレファントが食べる、まあ象ですね。まあそういうことでちょっと引っかかりを作ってください。これタン、あ、ごめんなさい、タン、ミノ、エレプシン、エレファントが食べるということですね。それで、炭水化物を、まあ、多糖類に、分解するマルターゼ、ラクターゼってさっき読みましたよね。これは炭水化物を多糖類にしてるの、タータ、タがつくぜですね。ここですね、マルタ、まあ、炭水化物タータ、ターゼ、つく、まあ、たが、つくぜで。ちょっと覚えてください。まあ、そんな感じですね。まあ、ぜ、まあ、つく、た、たがつくぜ、たぜ、たがつくぜで。まあ、そんな感じで、覚えてもらえればなっていうふうに思います。まあ、ちょっとですね、これはいまいちかな。まあ、ある程度ちょっとですね、まあ、引っかかりを作るっていうためにも、たがつくぜっていうことで、まあ、たぜで、たがつくぜ。ここですね。タータ、あと炭水化物、多糖類。とにかくまあ、タがつくんだぜってことはちょっと覚えてください。じゃあ行きますね。小腸の運動によって、内容物が、それらの消化液、水液ですね。
水液、胆汁、腸液と混和されながら大腸へと送られ、その間に消化と栄養分の吸収が行われると、小腸は栄養分の吸収に重要な器官であるため、内壁の表面積を大きくする構造を持つと。それでですね、十二指腸の上部を除く腸管の内部には、輪状ですかね、輪状のひだがあり、その粘膜表面は絨毛突起ともいうに覆われていて、ビロード状になっていると。それでですね、絨毛を構成する細胞の表面にはさらに微絨毛が密生していて、吸収効率を高めていると。まあ、ここにですね、なんかゴミとかが溜まると、その吸収が、悪くなるっていうことらしいですね。でですね、まあ、絨毛と、まあ、さらに微絨毛が、まあ、密生してるっていうことで、ちょっと覚えてください。この辺はちょっと語呂合わせじゃなくて、なんか絨毛ってなんか聞いたことありますよね、小腸の。それでですね、炭水化物とタンパク質は消化酵素の作用によってそれぞれ単糖類、アミノ酸に分解されて吸収される。まあ、炭水化物のあれ言いましたよね、炭水化物、まあアミノ酸、タンパク質はアミノ酸ということで、さっき語呂合わせで覚えましたよね。それでですね、あとですね、脂質ですね、トリグリセリドは消化酵素リパーゼの作用によって分解を受けるがってあるんですけど、まあ、結局脂質はリパーゼじゃないですか。リパーゼの作用によって分解を受けるんですけども、これはですね、死に滅裂パーってことで覚えてください。まあ、死に滅裂で、まあ、くるくるパーみたいなイメージですかね。死に、脂質の死で、死に滅裂は、まあ、パーですよね。死に滅裂なんだから。まあ、そんな感じで覚えてください。まあ、これも引っかかりですね。それで、小腸粘膜の上皮細胞で吸収されると、脂質に、再形成され、乳状脂流っていうんですかね、リポタンパク、脂質がタンパク質などの物質と、結合した微粒子ですね、の一種で、あ、ごめんなさい、ちょっと出ました。の一種で、カイロミクロンとも呼ばれるとなるとですね。ですね、その際脂溶性ビタミンも一緒に取り込まれると。まあ、この辺はね、ちょっと棒読みになっちゃいましたけど、まあ、この辺はですね、ちょっとま、こういうものなんだなっていうことで、ちょっともう一回ですね、自分で読むなり、ちょっと復習してもらえればなっていうふうに思います。まあ、僕のは、脂質リパーゼで死に滅裂と、死に滅裂パーとか、まあ、そういうですね、その記憶の引っかかりをちょっと作るっていうことで、ちょっと、聞いてもらえればなっていうふうに思います。じゃあ、さて問題やっていきましょう。それでですね、今回は、ちょっとですね、難しい問題やってきますんで、大阪の問題なんですよ。それでですね、ちょっと難しいんで、ちょっと書いてはあるんですけども、小腸は全長6から7メートルの臓器で3部位に分かれ、その部分は開腸、十二指腸、空腸の順に長いってありますよね。これ難しいですよね、問題。一番長いのが開腸で、次十二指腸だって言ってんですよ。でも、十二指腸って何センチでした、長さ。C 型に湾曲した部分で。12×2 プラス1でしたよね。12センチでしたよね。12センチが
全長6から7メートルの中で2番目に長いってないじゃないですか。それなんで、まあ、十二指腸は一番最後に来るんですけども、さてここで海腸と空腸どっちが長かったのかなって思うと、要するに十二指腸、海腸、空腸ですよね。その順番的に言うと。それで、海腸は回廊で 60% だったですよね。ってなると、60% の海腸が一番長い。次、100-60 の空腸が次。で、たった25センチしかない十二指腸が次ということになるんで、これは×なんですね。それで、まあ、B なんですけども、炭水化物とタンパク質は消化酵素によってそれぞれ2糖類アミノ酸に分解されて吸収されるってありますけども、まあ、タンパク質がアミノ酸は合ってますけど、炭水化物は2糖類じゃなくてターでしたよね。炭水化物多糖類っていうことですよね。まあ、ちょっとですね、あれって思った方はちょっと動画戻るなり、もう一回また見てもらうなりすればいいかなって思います。あとは C として、小腸の運動によって内容物が消化液と混和されながら大腸へと送られ、その間に消化と栄養分の吸収が行われる。これは正しいですよね。あと、脂質は消化酵素リパーゼの作用によって分解を受ける。シリ滅裂パーでしたよね。シリリ滅裂パーということで、これは丸っていうことなんで、5番のバツバツ丸丸が正解と。これ令和元年の大阪の問題なんですけども、まあちょっとそういう感じでちょっと解いてみました。まあ、今回ですね、ちょっと動画作るのに、ちょっと語呂合わせも新たに考えてちょっと動画撮ったんで、まあ、ちょっと大変でしたけども、まあ、土曜日のですね、午前中にはちょっとアップしようかなっていうふうに思ってますんで、まあ、今回そんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。じゃあ、おやすみなさーい。